8月13日火曜日、時刻は午後6時を回りました。ここからは心、体、健康、きれい情報番組、今からここから。この番組はエイトノットラウンジ、そして番組応援団の皆様の提供でお送りしてまいります。ナビゲーターは宮ラジパーソナリティ斉藤あさみです。そしてメインパーソナリティは、こんばんは、みつこです。よろしくお願いします、はい、よろしくお願いします。まずはこの番組のコンセプトをご紹介いたします。乳がん経験者のみつこさんが病気をきっかけに気づいた心、体、健康のこと、それはきれいにもつながること。この番組はみつこさんが闘病中に出会った食や健康のスペシャリストをお招きしてお話を伺い、みんなで学んで日々の暮らしにたくさんの笑顔を増やしていきましょう。そんなコンセプトでお届けしていく1時間です。ということで、ね、みつこさん、はい、普段でしたら、うん、ここでスペシャリストの方がご登場するところなんですけど、はい、実は今日はね、ゲストさんいらっしゃらないんですよ。はい、今日はみつこさん&斉藤の2人でお届けしていくみつこスペシャルでございます。大丈夫大丈夫よゲストさんはいらっしゃらないんですが、リスナーさんのお楽しみのプレゼントはございます、はい、なのでちょっと先にね、プレゼントのご紹介をいたします。はい、本日も食べたらびっくり、ご飯だけでごちそう、いっちゃんまい。いっちゃん自然農園の無農薬漢方農法米雄大21をプレゼントさせていただきます。この番組の時間内に、放送時間内に、宮ラジ宛てに、メールまたはファックスをお送りください。お送りの際には、お名前、ご住所、ご連絡先を添えてくださいね。まずは、メールアドレスから、数字で773@宮ラジ.com、ファックスの方は 028-666-7878 までお送りください。ご応募お待ちしています、はい、さあ、みつこスペシャルパート2ですよ、うん、はい、月に一度はやっぱりみつこさんのお話をたっぷり聞きたいなっていうのを私もありまして、うん、あらら、はい、実は楽しみにしてました、うん、楽しみっていうとね、ちょっと語弊があるんですけれど、うんうん、先月のみつこスペシャルパート1、うんがね、うん、本当に闘病前の、生活から発見して告知を受けた、うんうん、そこまでで1時間だったの、はい、生放送でお送りしています、うん、はいはい、段取りとかね、打ち合わせとかっていうことがそんなにしないでよしっていう感じで、うん、お話をしていただきますのでね、はい、そうなんです、実はそこまででたっぷり1時間でした、うんうん、そこから先のお話を今日は聞きたいなとは思うんですけれど、はい、パート1聞いてない方のためにちょっと振り返りもいいですか、みつこさん、はい、しましょう、はい、うん、まずは、うん、その、まあ、みつこさん乳がん告知を受ける前、うんうん、の生活、はい、生活ね、うん、40歳のちょうど宇都宮市の乳がん検診のハガキが届く40歳の年、はい、その冬に私は起業して2年目ぐらいで、うん、仕事で寝ずに頑張るような、はい、そんな日々だったんですよね、うん、ありがたいことに本当に、うんうん、それで食べるものも、はい、本当にゆっくり食べたりゆっくり作ったりっていうような、そういう食事の時間っていうのを大切にするっていうのが、そういうのがあまりないような生活で、うん、で睡眠時間も同様に本当に寝ないでね、うん、体に休む時間を与えずに、はい、本当に机に座ったまま寝ているようなんかその頃のみつこさんって私は想像つかないんだけれど、うんうん、寝てないけど、うん、寝るのもったいないと思ってたって前回言ってた気がするの。そうなんですよ、うん、だからね、そんなこと今考えたらね、うん、当たり前のことなのに、なんでしょうね、うん、あんまりその体を休めることの重要性っていうのにね、うん、気づいてなくて、うんうん、働き盛りだし寝なくても例えば、まあ食事もね、うんうん、そんなにその内容に、うん、の思いを行き届かせなくても、うん、体って元気だと思っちゃいません？でも思っちゃってたんですよね、そういう生活だし、ね、うんうん、そうだから私ね、
学校で保健体育も家庭科も普通に、学んできたはずなんですよ。学校教育は普通に受けてきたし、私大家族で育ってきたんですね、はい、4世代同居だから、もう大きいおじいちゃん、ちっちゃいおじいちゃんとかいっぱいいるような、ね、そういう大家族の中で育ったけど、はい、なんだろう、そのそういうものが大事なんだって、生活がね、その大事、当たり前だから言われなかったのかな、大事だっていうことを自分で気づかずに、本当に体はとりあえずガソリン入れとけば走るってね、はい、そんな風に考えちゃってたんですよね、とにかくなんか食べて、まあ、寝れるとき寝て、みたいなことで、そうすれば、まあ、本当に勝手に動くものだみたいな、そういう大誤解をしてたんですよね、でそういう生活を長らく続けてきた中で、自分でしこりを見つけたっていうのが、私ちょっとね、奇跡的かなと思ったりもするんですよ。そうなんですよね。検診行って発覚したのかと思ってたの、自分で見つけたんですもんね。そう、ある晩ね、はい、ふっとなんとなく心が穏やかにね、せかされない、仕事に追われてない一晩があって、ゆっくり久しぶりにあーと思ってお風呂入った、はい、その時見つけたんですよね。で、なんだろうっていう違和感、痛みはなかった、痛みないんです全然、だけど何かやっぱり自分の中でこれは変だなっていうのがあったんですかね。そうですね。次の日すぐ病院に行かれて、そう検査をして、でその検査もねちょっとね、そんな覚悟はしてないわっていうぐらい太い注射を打たれたと、なんかね、あれ大げさだったかな、大丈夫かなでも本当に、はい、自分ではもうびっくりしちゃって、あの時言わなかったんですけど、はい、その検査って、こう横になってやるわけなんです、こう、診察台みたいなところにね、仰向けに寝て、はいはい、だから胸はね、この横になると心臓の上に乗っかってるじゃないですか、はい、ね、その上からドドドってやられたら、あの注射を刺す、そう機械がドドドドってなんかこう振動を与えてこう取るみたいなんだよね、その、組織をね、それでそのドドドってやって、もうその心臓にこうとかあばら骨にドドドドドっていう来た振動が本当に怖くて、私は、その時はね、本当に生きた心地がしないって前もこの間も言ったけど、って本当思ったの自分がまあ、しこりを見つけて次の日病院行こうと思って、まあ、行って、なんかマンモグラフィー検査みたいなね、ああいうことをされるぐらいかと思っちゃう、まさかね、そんな注射を ね、そう打って、そういう細密検査っていうか、まで至るとは思ってないので、その、まあ、注射が太くなくても、痛くなくても、やっぱりね、とっても心持ちが、違うかなと思います。でその検査の後、検査の結果が出るまで2週間、ね、こうどんな思いで過ごしたのかな、なんて、ね、それはね、でもまだ違うだろうって、すごく期待ね、人間調子いいですね自分は大丈夫かな。そう、おかしいでしょ、宝くじはさ、当たるといいな、当たるといいなって、ものすごい確率低いのにさ、当たるといいなって買ってるのにさ、そういうのばっかり、当たんない、当たんないだろうどうせまあ、検査をしてもね、それで、まあ、大丈夫だったよってなるだろうなって、いやでも本当大半の方はそう思うんじゃないかと、そうだといいなっていうのがね、やっぱりそうね、希望もあってね、その間っていうのは生活習慣っていうのは今まで通り、そう、だから睡眠も食も、 それまでまだ分かってないんですよ、自分が、この寝てない状況は体にとって負担であるっていうこととかを、それが原因っていうか、そう、ね、そんなこと思ってないから、だからこれが悪いことだって分かっていればやめたり改めたりするけど、それをまだ知らないからまだ続いてんですよ、ね、続けてたの、今まで通りの生活を検査結果が出るまでしてた、で検査結果2週間後出ました、病院の先生の机の上にもう結果が丸見えになって置いてあったそれどうか、そんなことあるそういうもんなんですかね。違うと思うよ私実はね、がんの告知っていうものにね、自分も含めて3回立ち会ってるんですよ、いろんなねパターンで、そんな人はね私だけだった。やっぱりドクターがね、残念ながらとは言わないか、残念ながらとは言わなかったな、なんて言うんだろう、はい、悪性の腫瘍であることが
分かりました、うん、みたいな、ちゃんと口頭でね、うん、言われましたよ、その残りの2回の告知は。私はそこへ立ち会って聞きましたけど、自分のだけは紙に書いておいてあった。なんだろう、先生うっかりしたのか、美津子さんにはこの伝え方がいいと判断されたのか。そこまでの付き合いじゃないと思うよね。そうなんですよ。いやでも本当にショックだったろうと、先生の話なんかその後耳に入るのかなと思って、って、ね、うんうん、でその場はまあ、ん、その日は本当に告知を受けただけでお帰りになったの、うん、そうですね、うん、でそこはまあその大きな病院ではないので、うん、手術を受けるんであれば、うん、僕が執刀するけれども違う大きな病院で入院するようになるよみたいな話で、うん、あるいはもっと他の病院に行くの、行くかいってどうするって言われて、うん、でも頭がもう右から左に抜けてる感じですよね、それ。そうですね、はあ、はい、うん、で帰るみたいな、うん、そうすると、うん、ちょっと先生のお話っていうのは、うん、もう話が半分上の空みたいな状況でありましたか、うん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 、そうですね、でも、まあ、言われたことはそのぐらいの細かいことはね、うん、その時言われてませんから、うん、それは大丈夫でしたね、うん、もしご自分がねそういう立場になられるとかっていう場合あったら、うん、やっぱり本人はねそうやってショックが大きくて、はい、上の空になっちゃうことが多いので、うん、家族が立ち会う意味っていうのは、うんうん、そういうところにあるって言われてます ね、 ちゃんと先生が、うん、言った数値とか、うん、数字的なものとかね、期間とか、うん、そういったものっていうのは頭はちょっと本人は上の空になっちゃうので、うん、ご家族が立ち会って聞かれた方がいいですよっていうのは、そういったちゃんとメモ取る初期の係みたいな感じ、うん、ちょっとこう冷静になってちゃんとこう先生の話を受け止める人が一人いてくれると随分違うのか、そうですね、まあ、そういうふうに、うん、今後の治療とか説明を受けていくうちでは、うんうん、本人が冷静に聞けないようであれば一人いるといいよっていうようなことはね、言われますね、うん、美津子さんはその検査結果を聞きに行った時はお一人だったんですか、うん、それは周りにまだ言ってなかった検査受けたこと自体、何人かにもしかしたら、いやでも言ってないかな、ほとんど言ってないと思う、そっか、うん、もしそうね、言わないで言ってるとするとなかなかその検査結果の段階で立ち会えないこともあるかもしれないけど、うん、ね、なんかね、そう、でもちょっと頭の片隅に入れといた方がいいかもしれないですね、うんうん、もしそういうことがあれば、うん、誰か一人連れてく、うんうんうん、自分がね冷静に聞き取れない、ね、なんて言ったか、うん、先生がなんて言ってくれたか覚えてられないなっていう方は、まあその方がいいかもしれませんね、うんうん、余計な心配かけちゃうかもっていうのもあったりするでしょうからね、検査結果がもういいに違いないと思って行くじゃないです、うん、結果を聞くときね、結果を聞くときは私もそうですよ、そう、あ大丈夫でしたよって言われてルンルンって帰るのを期待してるんですから、うん、そしたらこうわざわざ誰か引き連れて行くのもなって思っちゃったりするかもしれないけど、うん、まあ そこはね、うん、大げさだったなと思えばいいわけだから後で、うん、うん、なるほど、じゃあちょっと同席してくれる方がいればぜひご一緒に行っていただいた方がいいのかなっていう、うん、うん、ところですね。前回は、うん、このあたりまで、ここまで、そう、ね、告知を受けました、うん、で自分で運転してお家に帰られる道すがらで、うんうんうん、お友達にお電話をして、うん、そのことを告げた、うんうんうん、そこまででしたね、はい、その時のでも電話が、うん、ターニングポイントになったかもしれないなって私は感じたんですけどね、うん、うん、こう意識が変わったりっていうことありました、その、あ、口に出すことで、うん、あ、そうかな、うん、うん、その時はそんなに変化が起こったとは私は思ってないな、うん、なんでかっていうと、その告知を受けた時からどん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 ここから私は落ちていくんですよ、気持ちが、はい、だから、うん、そこで切り替わってはまだいない、あ、そうか、うんうんうん、そう、ねがん、あなたはがん
だと分かりましたって言われて、うんうん、だけどどのくらいのがんですっていうのは、うん、そこでは言われないんですよ。ステージ的なことですか、うんうん、それはまた検査をいくつもやって、うん、先生がね、あの判断した上で、はい、まあこのぐらいですって言われるから、こっからってまだかかるんです。なるほど、うん、だからがんだって言われたけど、うんうん、あ、全然あの全然こんな全然ですからっていうね、軽い軽いですからっていう状態なのか、うん、これはっていう状態なのか、うん、分かんないんです、そのステージが分かるまで、うん、分かるまで、うん、その自分が今どのぐらいの状況なのかっていうのが、うん、分かるまでにはあとどのぐらいの年月かかるん年月まではかかんない、どのぐらいの日数かかるん、うん、そっから私かあのずっと、ね、このラジオでお話しするにあたってね、うん、あの何日かかったかっていうのを見てみたんですけど、はい、あのそれから私は違う病院に移ったんですね、はい、そこの先生が大きい病院にって言われた場所に、県立がんセンターに行ったんですけど、はい、うん、それから検査をいくつ受けてるんだろう、これね1日に 1,2,3,4,5,6 個入れたりするんですよ検査を、うんうん、あのそういう日々がこう何日も続いて、うん、今日は2つの検査とかね、マンモグラフィーと MRI とかね、そういうふうに検査を進めていって、で結果が出てくるのは年明けなんです私。だから12月中旬半月かかってる、あ、うん、がんだって分かってから毎日毎日いろんな検査をやって、うんうん、でそれの結果、うん、あなたはこのぐらいのステージだって分かるまで半月、半月かかってる。でも毎日毎日検査でしょう、ま、毎日って言ってもね、ごめんなさいね、1,2,3,4,5 とにかくいろんな種類の検査を、うん、5日ぐらいにそういっぱい詰め込まれて検査をやるんですけど、はい、うんうんうん、気がめいりつつも少しこう希望を持ちながらっていう感じ、検査に通うときはその時は 何もない希望とかない、うん、もう悪いことしか考えられないその時って、うん、どうしよう、私今まで言ってなかったかもしれないんですけど、うん、実はシングルマザーなんですよね、うん、母一人子一人の状態なんですよ。私がこれであと余命数ヶ月ですみたいな、うん、もしもそんなことを言われちゃったら、うん、この子一人置いていかなきゃいけない、そればっかり考えてましたよね、うん、そうだから、うん、昼間は仕事をして、うん、なんとなく気は紛れてるんだけど、はあ、そんな中でもやっぱりふーっと浮かんできて、うん、一体これからって考えたって考えたって、うん、結論はまだ出ないから、うん、わかんないでしょ、うん、でも悪いことばっかり悪いことばっかり考えるんですよ、うん、まあ、それで毎日毎日泣いてるような、うん、そんな日々でしたよね。子供のために何とかしなくちゃいけない、うん、っていう、まあ、気持ちで乗り越えたっていうところもありますか。うん、まだねそこまでなんというかね乗り越えるも何もないですね、うん、どうしたんだどうしたらいいんだ本当に、うん、まあもう本当にこれでステージが重くて、うん、もう本当に子供と一緒にいられる時間が本当に短かったらどうしようって、うん、そればっかり考えた、うん私も母親なのでね、それはもう本当にあの、うん、本当に、ね、辛い、その時が辛かった、うん、そのまだね、うん、まだだからステージ2ですか、まあ、3ぐらいです、うん、ね、2か3ぐらいですって言われた時は、うん、まだね救われた思いっていうか、うん、うん、あ、そうか、じゃあ結果が分かって、うん、そのステージが見えた段階で、うん、少し光が見えた
そうですね、うん、それが仮に1だったとしても3だったとしても、うん、同じぐらいかもしれない、その光が見えたってもう全く分かんない、 どっちか分かんない、うんうん、どっちか分かんないくせに、うん、悪い方しか考えないですよ人間って。こうだったらどうしようって、うん、万が一こうだったらどうしよう、うん、そればっかりだから、うんうん、だからまあ何かしらこのぐらいだっていうのが見えた時にやっと足がついたかな、うんうん、それまで宙に浮いて本当に、うんうん、何かやれることがあるかもっていうステージなんですかね、うん、そのステージ2か3ぐらいっていうその告知を受けた時っていうのは、それはもちろんそうですよ、ね、ステージが仮に4だとか、うん、もうかなり厳しい状態だったとしても、うんうんうん、そのやれる状態ですよ、うん、いつでも常に、うんうんうん、でその告知を受けました、ステージが分かりました、うんうん、もうすぐになんかアクションを起こされたりしたんですか、さあどうしようかっていう、ねうん、ステージが分かった時点で、ね、まだステあのまだ佳代子先生とか、うん、斉藤先生とかとはお会いしてないんですよ、会ってないまだ、うん、まだ会ってない、うん、それまでっていうのはまずその病院を選ぶところもあれですね、がんセンターに何で行ったかっていうこともね、乳がんの術式に関係があるんです、これはなんで私が県立がんセンターにしたかっていうのは、あの乳がんの手術って温存っていうのと全摘っていうのがまあ大まかに言うとあるんですよ、うんうん、あのそんなに大きくしこりが大きくない場合はあの部分的に取って、うん、おっぱいの形はそのまま、まあ、残して、はい、っていうのが温存、はい、で全摘っていうのは私はそれですけども、うん、全部その乳房っていうのを取るタイプね、うん、でなんでがんセンターにしたかっていうと、はい、さらに全摘した人とかに再建っていうのがあるんですよ、再建っていうのはあの取り除いた乳房の部分にいろんなその方法があるんですけど、うん、シリコンとか、はい、あるいは自家再建って言って自分のこう別な部位のからそう持ってきて再建する、うんはい、まあ、胸の形をもう一回作るっていうことですね、はい、それを再建って言うんですけど、うんうん、その切除する手術と再建する手術っていうのを、はい、あの同時にできる同時再建手術ができるのが県内だと県立がんセンターだったんですよ、なるほど、うん、ので私はその時にまだそこまでの結論を出せてないので、いろいろ考えた考えて考えた上で、うん、あのもしも同時再建しようって、ね、思ったとしたらできるのはあそこしかないから、うん、可能性を、うん、他に行ったらあうちはできないんですよってなって、はい、もう一回こう県立がんセンターに入るってことになるし、うん、だからその可能性をいくつも残しておくっていう意味で、はい、うん、県立がんセンターに行ったんですよね、うん、そこからその初めてね、うん、がんセンターの診察室に入ったらあの主治医の先生に、うん、乳がんはね、うん、食原病だよって言われた第一声、はい、それがあったんですよね、うん、そこからさまざまな検査をして、はい、そして、うん、ステージが分かった、分かって、うんうん、最初にその先生から食原病だよ、食べているものが原因なんだよって言われた時はピンときました、あんまり来なかったんだよね実は、うん、その時にもう食のスペシャリストにもう探し始めたりっていうことではないんですね、うん、ないのよね、うん、そう、ただ今となってはその言葉が本当にキーワードだったの、そう思うんですね、そうそうそう、後からね、すごい最大の、ね、根拠っていうか、なるほどね、そうすると、まあ、ステージが分かったあと、うん、こっからがまたその自分の、うん、あの、まあ、なんていうんですかね、治療法の選択の連続、そうそうそう、ね、何をチョイスしていくか、うん、まあ、病院の選択、うん、もっと前からいろんなね、うん、あの自分で選択していかなくちゃいけないことたくさんあったかと思うんですけど、うん、こっから先がまたすごく、うん、重要ですが、どうする、はい、じゃあ曲いっちゃいます、ここで入れましょうか、うん、はい、じゃあちょっとここまででね、はい、
そんなには進んで進まないけどゆっくり行きましょう、はい、でもね一曲挟みましょう、うん、今日も素敵な曲を選んでいただきました、はい、曲を選んだ理由なんかお伺いしてもいいです？どう、うん、とにかく大好き。あ、とにかく大好き、ね、あのね私このライブ、この方のね市川愛さんっていう方のライブ、はい、生で聴いてるの3回行ってんのかな、うん、この曲で3回とも泣いてます。本当にじゃあ大好きな方の心にしみる一曲ということですね、はい、聞いてみてください、はい、皆さんぜひお聞きください。ではお届けしましょう。市川愛で憧れ。時刻は午後6時31分を回っています。心、体、健康、きれい情報番組今からここから。この番組はエイトノットラウンジ、そして番組応援団の皆様の提供でお届けしています。ここで本日の番組応援団をご紹介いたします。まずは個人スポンサーの方、久保井和代さん、そして伊藤和美さんです。続きまして、どちらだ、はい、すいません、福島県食育協会理事斉藤俊恵さん。続きまして、ブライダルからご葬儀まで思いを形にするお手伝い、司会セレモニースタッフ手配事務所 MC ボイス。 MC ボイスではご葬儀の司会者、セレモニーアシスタントを募集しています。ご興味のある方は MC ボイス 028-611-3101 までご一報いただきたいと思います。そしてもうお一方、スポンサーのご紹介、オーガニック食品とオーガニックデリのララカフェさんです。ララファカフェさんから今週も素敵な、ご案内がございますよ。ララカフェさんからです。今週も暑いですね。ララカフェはお盆も営業しています。ララカフェの今週のおすすめはかき氷。ララカフェの手作り酵素シロップのかき氷、生フルーツと体に優しい天才糖で発酵させた酵素たっぷりの発酵シロップです。火を加えていないので体に必要な酵素が取り入れられます。またかき氷には練乳が欠かせないという方に必見、ララカフェ手作り豆乳練乳のかき氷はいかがですか。無調整豆乳と天才糖で作った優しい練乳をかけて暑い夏を乗り切りましょう。大人から子供まで安心してお召し上がりいただけるように心を込めて作っています。ぜひ食べに来てください。そして、はい、はい、ララカフェさんのイベントのご案内です。8月17日土曜日11時から16時まで1日限定の玄米酵素マルシェを開催いたします。今回1日限定の玄米酵素マルシェでは、体験コーナーでジェルネイル、ハンドマッサージ、美眉レッスンを行います。また、目で見る酵素の実験、添加物のセミナー、発酵調味料の醤油麹作りの講座も行います。その他、販売コーナーにて、アクセサリーポーチや、ビーズ、レース編み小物、キルトキット、モールアートも販売いたします。特典で、イベント参加者全員に、玄米酵素のサンプルをプレゼントいたします。発酵食品の話や添加物、酵素の実験など知っていて損はありません。一緒に学んで体験しましょう。以上です。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。以上、番組応援団からのご案内でした。さあ、メッセージいただいているので、はい、はい、今日もご紹介したいなと思います、はい、ラジオネームアラクレッターズさん。すごいメッセージ、群馬県からですって。群馬県からいつも楽しみに聞いてあります。健康の大切さ、日々の生活の大切さを実感するラジオです。今日も暴露大会期待しておりますありがとうございます。ありがとうございます。そうね、あの三つ子スペシャルはだいたい毎回毎回何かしらの暴露
催され、私も期待しています。やだ、はい、で、そう、今日は、まあ、でもちょっとその告知を受けてから乳がんですと分かって、うん、ステージが2から3ぐらいだと分かった、うん、このあたりのことをね、まあ、ぐっと掘り下げて、はい、お伝えしていく時間になるのかなっていう感じですね、うん、ね、うんうん、さあ、うん、曲を挟んで、はい、また改めて、はいはい、お伺いしていきましょうか、はい、告知がありました。それから約半月かけていろいろな検査をしてステージが分かりました、うんうんうん、2か3ぐらいだと、うんうん、はい、でここからですよ、うん、どうしてたのかなって思っているの。そうですね、うん、これがね、うん、まだ私下向いてるんですよ、しょんぼりして、うん、まだ下向いてるの。スペシャリストには出会ってないの。出会ってないから、うん、まだ光が差してないのね。なるほど、うんうん、でそのおよそあなたのステージはこのぐらいですって言われた時に、はい、同時にその女性ホルモン、あ、ごめんなさいね、うん、乳がんっていうのはブドウ糖と同時にね、うん、あの女性ホルモンも栄養にしているんですよ、はい、だから再発防止にはあの女性ホルモンを止める薬、ホルモン剤っていうのが5年10年って再発あの飲むのが標準治療なんですね、うん、はい、でまあ私やってないんですけど、でもそのステージを言われた時に あなたにこのホルモン剤が効くかどうか、まあ、試しにね、うん、1ヶ月飲んでみてくださいって言われて、うん、ホルモン剤を処方されまして、はい、私その間だけちょっと飲んでるんですよ、うんうんうん、でもそのタモキシフェンっていう薬なんですけど、その頃は本当に疑いもなく、うんね、この間北浩二さんがゲストにいらした時も、はい、先生がそれがいいですよって言われたら私それに、うん、うん、それしますって言っちゃうかもって言ってたでしょ、はい、うんうん、で私もその頃はまだそれその感じ、うん、ただ上から下がってくる紐を、うん、はいっつってこう掴んで、はい、ぶら下がなんとかつぶら下がってるような、うん、下に落ちていくのを防いでるみたいなね、うん、そんな感じでしたから、はい、タモキシフェンは飲んでたんです。1日1錠飲むんですけど、はい、それで女性ホルモンが止まるんですね、うん、今からね考えるとちょっと怖いんですよ、その素直に飲んじゃったこと、うんうん、前回、はい、岡田さんをゲストにお呼びして、うん、ちょっとその添加物のお話なんかもしましたでしょ、はい、その時にいろんなことを申し上げて、その難しいカタカナを言った中に、はい、WHO で発がん性、人に対する発がん性が認められている食品って言って、はい、グループ分けがあってね、うん、グループ1っていうのがもう明らかに人に対する発がん性がある物質っていうものなんです、うん、それが前回もねお伝えした内容にあったんですけども、はい、そのタモキシフェンっていうのはそのグループ1に属してるんです、入ってるんですよ。うーん、 WHO が発がん性があるって認めている薬品をがんの再発防止の薬、飲み薬として処方されて、標準治療であれば5年10年が飲むことになるんです。うん、ちょっとよくわからないでしょ。そうね、はい、でね、本末転倒というか、うん、だってがんの方に発がん性のあるものを与えるの、うん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 、でもまあある意味乳がんだけ取ってみれば、はい、女性ホルモンをブロックして、うん、要はブドウ糖と一緒でその、うん、ブロックすれば兵糧全面にあってがんがね、はいはい、でまあ大きくなるのを防げるっていうか、うん、小さくできるっていう感じのね考え方なんだけど、女性ホルモンを止めるっていうことは、うん、まだ生理がある方は生理が止まる、うん、まあそれがね聞いてみると止まらない人もいるみたいなんで、ね、本当に千差万別なの、人によってなんですね、そう、人によってなんですけど、うん、まあ基本的にその生理止まったりねする、だからその女性の体っていうのは生理があるうちはこう1ヶ月でこう自分の体の中が循環してるんですよね。デトックスしたり、はい、自分の中のこう循環機能があるんですよ。それを、うん、それを止めちゃうんですよね、うん、だから、子宮がんかな、うん、のリスクが上がるんです、そのタモキシフェンを飲むと。それも言われてるんです。
その、まあ、乳がんには効くかもしれないけど、うん、他のがんが、うんうんうん、生み出しちゃう可能性があるってこと、うん、確率は高まりますっていうことはもう、うん、明確に、ね、副作用として言われているんです、うんうん、もうそういうことは分からずに先生に言われた通り素直に飲んでいて、その時はね、はい、そうあの受け入れて飲んでました、うんうんうん、そうするとね、女性ホルモンっていうのはその関節を滑らかに動かしたりっていうこととかも、うん、お肌のツヤとか、うん、そういうものも女性ホルモンってお仕事をしてるんですよ、はい、だからあの人それぞれね副作用がどこに出るかっていうのはあの本当にそれぞれなんですけど、私の場合は関節にすごく出ちゃいまして、もう途端にですよ、はい、もう膝が痛いの肘が痛いの、もう一気におばあちゃんにする薬ですから、要はああそうかそうか、うんうん、そういう感じでした。だから佳代子先生のうちに初めて行った日、うん、私は床に座れなかったんです。正座して座ることができなかったんです。膝が痛くて、うん、飲んでたから。そうそうそう、その時は飲んでたからね。うん、そう、まあそんなこともありましてね、はい、その乳がんの、うん、まあ、再検査にこうかかって引っかかったりね、うん、あの、あるいはがんだとちょっと分かった女性っていうのが、はい、女性ホルモンを止める薬がをやんなきゃいけないんだとか、はい、抗がん剤をやんなきゃいけないんだ、うん、やんなきゃいけないんだって、うん、それ以外ないんだって思うことで、ね、あのがん治療をね拒んだりする方がいらっしゃるんですよ実は。うん、ちょっと気になってました私も、うん、女性ホルモンが止まっちゃうっていうことが、そう、ね、だから私やらなかったんで、うん、やらないことも選択はできるんですけども ね、うんうん、あの一般的にそういうアナウンスがされているので、うん、そう、あの、がんになる方っていうのはやっぱり免疫力が低いっていうことなんで、はい、あの低体温の方が、まあ、多いと言われているんです、うん、私も実際35度台だったのでそのがん告知をされた時にね、うん、そうするとやっぱり妊娠を望んでいても、はい、しにくい方が、うん、もうその同じなんですね、その状態が、うん、低体温であるということが、がんにもなりやすいし不妊にもなりやすいわけなんですよね、うんうん、で乳がんになりやすい年齢っていうのは、はい、30代後半から40に乗ってくるところなんで、うん、もう妊娠したいって望む人としては、はい、ギリギリだっていうような意識のある年齢なんですよ、うん、年齢なんですよ、ね、ここであの諦めたらもう次がないみたいな、ね、うん、感じで、それでその治療方法を聞いたりして、うん、妊娠を望むあまりに、うん、がんの治療を遅らせて、うんうん、そして結果あの手遅れになるケースとかっていうのもあるっていうふうによく聞くんですね、うん、だからその絶対じゃないよっていうのは言っておきたいなと思ったりして、はい、うん、本当ですね。なんか告知を受けてその主治医の先生から言われたら、うん、それをするしかないんだって思い込んじゃうかなって私も、うんうんうん、思いますけど、うん、実は他の選択肢もあって、うん、どっちかを諦めなきゃいけないなんていう治療法だけじゃないってことを、そうなんです、うん、なんか知ってもらいたいですね、うん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 、そうですね。そう、うん、だからがんっていうのは部分の病気じゃないんですよ。体の部分、一部分の病気ではないんですね。が、うん、うん、はその全身の免疫不全なんです、うん、健康な体、健康な方でも1日5000個6000個のがん細胞が生まれてきているっていうのはもう結構ね、うん、テレビでやったりして皆さん聞いているかもしれないんですけど、うん、あのそれを打ち消す、がん細胞は生まれてくる、はい、だけどそれをパトロールして、うん、あのそう、そのがん細胞が大きくならない、はい、ね、あのそのちゃんと守ってくれる働きも人体にはあるわけなんですよ、うん、そのバランスがしっかり取れていれば、うん、がんにはがんは発症しないんですよね、うん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 、だからそう、抗がん剤とか、うん、放射線とか薬で、うん、要は対処療法ですよね。今ある部分を
小さくしたり、うん、なくしたりしたとしても、うん、体のシステム、うん、そのがんをがんから体を守る、うん、あの NK 細胞とか、はい、マクロファージっていったその免疫細胞たちがしっかり同等のバランスでいてくれれば、うん、あのがんにはならない、うんうん、だからそのがんの克服って言うけど結局最終的にはそこへ持っていかなきゃいけないんですよね、うん、あの今あるがんが消えてなくなった、うん、ああそれで OK じゃないんですよ、はい、それではまだ、うん、免疫細胞たちは、うん、弱ってるままな、がんと対等な力を持ってないんですよね、うんうん、で標準治療だけでは逆に免疫力を下げる方向の治療しかないので、うんうん、その免疫力を補ってあげて、うん、がんと対等バランスが取れる状態に持っていく、うん、そこを目指さないと、うんうん、ダメだから、うん、今大きくなってるがんに対しての攻撃ばっかりを考えていると局地的になんとかやっつけようと思っているとちょっとそういうことではなくて本当にもう体全体体を生まれ変わらせるぐらいの気持ちで治療に臨んだ方がいいのかなっていうところですね。だからそう一日毎日毎日新しい細胞が生まれているんですよって言いましたでしょ、うんはい、だからがんではない元気で健康で新しい細胞に毎日毎日変えていけば入れ替わった時には大丈夫、うんそうするとそのみつこさんは先生から、うんうんうん、あのこれを飲みなさいって言われたお薬を飲んでいた期間っていうのはどのぐらい、うん、1ヶ月弱ですね、うん、1ヶ月も経たないうちにやめたと思ったのはなんでそこで会ったからなんですよ。かやこ先生にそこで出会ったんだ、うん、すごいなんという運命的ななんで出会いましたそれは、うん、その命の恩人のねはい TS さんですね通称 E さんが、うん、最初にかやこ先生私の乳がんの先輩なんですけど通称その E さんは、うんうんうん、でもうかやこ先生とは出会われてて、うん、で私ががんになった時点で、うん、結構みんなの多くの人に言ってたんですよ。へこみながら、うん、へこみながら、うん、あこんなに辛い思いをね、うん、私の友達とか大切な人にしてほしくないと思って、うん、ね乳がん検診行ってる、うん、あの私ね乳がんになっちゃったの、うん、あんたに本当にこんな思いしてほしくないから早く見つければね日帰りとかで手術収まるからね、うん、あの全然大丈夫だから検診行ってるって、うん余計なお世話をみんなにしてたんですよって聞いてたんですよ。そんなことない。その時のお気持ちが今このラジオにまでつながってるわけだからそうみんなに言ってたら、うん、それでその通称 E さんにも、うん、E さんあの私実は乳がんになっちゃったんです。 E さんも本当に皆さんにねあの献身的にお仕事されていてお忙しいでしょうけど本当に自分の体を大事にできるのは自分だけなんで、うん、あのお願いです大事にしてくださいみたいな気持ちでね、うん、言ったら、うん、直電がかかってきたんですよ、うん、みつこちゃん、はい、大丈夫だから行きましょうってそう私もね、うん、乳がんやったの、うん、大丈夫、うん、一人じゃないから、うん、でもメール言った瞬間に直電がかかってきて、みつこちゃん大丈夫一人じゃないから、そっからそこですねそこがターニングポイント私のなるほどよかったなんでね電話してくれたんだろう嬉しいですね、うん、そしてその方がねさあ、うん、かやこ先生のところへ連れてってくれてかやこ先生との出会いからが本当にあのスペシャリストの方々との、うん、もういろんな方々との出会いにつながって、うん、そうです、うん、そうだからそれまで私もがんはその部分が治ればいいもんだと思ってましたよね、うんうんうん、だけど違うがんは全身の免疫不全だ、うん、全身のシステム異常だ、うん、本当に今日のねテーマね、うん、あのお伝えしそびれていましたが今日のテーマがありました、うんはい、今日のテーマはね体と仲直りしませんかというテーマでお届けする1時間だったんです。実は、ね、本当にねそう体を酷使してましただけど、うん、それやめましょうと、うん、警笛が鳴って、うんうん、で大門先生に会ってそっから
体との仲直りが始まる。そうね、仲直りの話次回だわ次回のみつこスペシャルパート3で、うん、ようやくこの、治療方法をどんなチョイスをしていって今元気なみつこさんがいるのか、うん、ね、はい、またじっくりお話伺っていきたい。そう、ここからはねハッピーな話ばっかり。うん、闘病ってね、うん、私してない、うん、自分の体が喜ぶことしかそれからしてない。それからは、うんうん、そこに至るまでがやっぱりもう本当たくさん辛い思いがあって、うんうん、ね、だからそのこともやっぱりこうしてあのリスナーの方にお伝えいただいてありがたいかなと思ってます、うん、はい、そう、うん、もしかしたら私みたいにね、その今日あなたはがんですって言われた人がいるかもしれなくて、うん、そうね、こんだけ11人12人って2人っていう確率で乳がんが増えちゃって、うん、で乳がんになる年齢っていうのが本当に他のがんに比べたら若くて40歳ぐらいから急激に増えていくんですよ。ちょうど女性が子育て真っ盛りで妻としても母としても、うん、女性としても社会でね、うん、本当に活躍してる時じゃないですか、うん、自分を後回しにしがちなんですよ。うん、そうね、子供が熱出したりご主人旦那さんが体調が悪いななんて言ったら、うん、大丈夫大丈夫、うん、お友達にも大丈夫、ね、大事にしてねって言うでしょ、うん、自分にも言って、うん、本当大事なメッセージ、ね、本当ですね、ありがとうございます。そう、はい、自分を大事にできるのは自分だけ、うんうん、はい、以上、はい来週以降も自分を大事にする方法を教えていただきたいと思います、うん、もうね本当にあっという間にもう時間間もなくなんですがラジ、メッセージいただいたんでいいですか、ご紹介してもラジオネームこの花咲夜姫さんから、みつこさん、あさみさん、福島から聞いてますよ、みつこスペシャルまたじっくりお願いしたいですということでメッセージありがとうございます。私もぜひじっくりまたお伺いしたいなと思います。今日も貴重なお話ありがとうございました。ありがとうございました。エンディング曲、今日は岩崎和弘でハミングトリーズを聴きながらお別れします。では、はい、エンディングコールを、はい、はい、参りましょう。心、体、健康、きれい情報番組、今からここからまた来週、はい、ありがとうございました。